フィレモンへの手紙は、新約聖書中の一書で、使徒パウロによってフィレモン、および島やフィア、戦友アルキポ、並びに、フィレモンの家の教会にあてて書かれた書簡である。19世紀の聖書学者、フェルディナント・クリスティアン・バウアが、パウロのものであることに疑いを示したことで知られるが、現在ではほぼ疑いなくパウロの手によるものであると、考えられている。現存するパウロ書簡の中では、 最も短く25節しかない。フィレモンへの手紙、フィリモンに達する書とも表記される。本書館は、ローマあるいはエフェソスにおいて国中にあったパウロが、紀元60年頃に協力者フィレモンと二人の仲間、及び、フィレモンの家の教会にあてて記したものである。コロサイの信徒への手紙によれば、フィレモンは、コロサイの共同体のメンバーであったと思われる。ただ、 コロサイ書の神筆性には疑問が残る。義書とした場合、コロサイ書は本書を単に模倣したとする説もあるが、その成立はかなり早いと推定されるのでこうした関係を否定できないとする説もある。フィレモンの家の教会とコロサイ教会は同一であるとしてフィレモンがコロサイ書を執筆したという説もある。この書簡の登場人物は、 フィレモンとアフィア以外はすべて殺サイの信徒への手紙にも登場している。この書簡でパウロはフィレモンの奴隷であったオネシモなる人物への配慮を求めている。詳しい事情は文面から知り得ないがオネシモは一度役に立たないものとしてフィレモンの元を離れたが彼を再び迎え入れてほしいというのがパウロの願いである。聖書学者たちの見解はオネシモが 主人のもとを逃亡したのだろうということである。もっとも田川健造はそれを否定している。さらに逃亡生活の中で、パウロに出会い、キリスト教徒になったと考えられる。当然フィレモンは逃げた、オネシモのことをよく思っていなかったが、パウロは、キリスト教徒として二人を和解させようと考えている。近年は、ゲルト大戦、市川貴一らによって、逃亡奴隷説ではなく、オネシモは、 主人との間に立って、問題を収めてくれる人物として、パウロを頼ってきたとする頂点依頼説が出されている。パウロ書簡は、詳細な事情については書かないことが多い。この手紙でもパウロは、おねしもの件を解決するため、フィレモンのキリスト者としての愛に訴えている。パウロは、おねしものフィレモンに対するりを自分のものにしてくれるよう頼むことで帳消しにすると、ともに、 フィレモンもまたパウロに借りがあることを想起させる。パウロはオネシモが信仰に入ったことで新たな身分になったとし、オネシモが奴隷でなく愛する兄弟としてフィレモンの元に戻れるよう配慮している。パウロがフィレモンに何を望んでいたかということは、オネシモを許すこと、奴隷から解放すること、宣教者としてパウロの弟子とすることなど諸説がある。パウロにとって福音が 奴隷制度という当時当たり前だった、社会構造にくさびを打ち込むものと考えていたと見る、ものもいる。コサインの信徒への手紙4章9節によれば、同書が義書だとしてもオネシモはその後、パウロの周辺での奉仕者となったと考えられる。アンティオキアのイグナティオスは2世紀初頭のエフェソス司教としてオネシモという名前を挙げているが、オネシモは奴隷の名前としてありふれたものだったので、 同一人物と断定するのは難しい。一方、エフェソス司教オネシモが、後日パウロ書館集を収集しその最後にこの書を置いたとする説もある。内容は特定の書用のために書かれたものであるので、フィレモン書が、進学や思想にほとんど触れていないことは、無理もない。マルティン・ルターは、フィレモン社をパウロとキリストに共通する、許しという視点から捉えているが、ルターもこの手紙で、パウロが、 社会制度の変革を考えているとは考えなかった。しかし近年考えられていることは、監禁中に設けた私の子オネシモから、この手紙は、パウロの後継者指名に関するものであるということである。監禁中に設けたを先例ととる説もあるが、オネシモが、家の教会の管理者の奴隷であることを鑑みれば、パウロと会った時に未受選であったとは考えにくい。 私の心であるオネシモはパウロと指定的になっていることを彷彿させる。しかしオネシモは未だフィレモンの奴隷である。彼があなたに何か損害を与えたりは職務上の過失を家庭的に書いているのかもしれないし、オネシモが無能奴隷ということではない。以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっていますわ。 キリストという語呂を含んでおり、キリストのために役立たなかったものが役立つものとなったということであろう。事実コロサイの信徒への手紙では、オネシモはパウロに近いキリスト奉仕者として登場している。そうなると、この手紙の目的の必須の事項は、オネシモの奴隷からの解放であり、私が言う以上のことさえは、キリストの奉仕者として立てさせることであろう。そして、 パウロの願いはいずれも叶っているのである。ありがとうございます。